僕は卵焼きが好きだ。お寿司屋でも卵ばかり食べる。今回は初めて厚焼き卵に挑戦した。調味料の量はなんとなくで。醤油少々と砂糖を小さじ2、ネットで調べた通りに、まず普通に卵を焼いて、そこにもう一つ分投入。いい感じだ。ここから畳んでいく。ちょっとおかしい。ホットケーキみたいだ。完成。醤油をかけて食べる。全然ダメだ。わかめの味噌汁と漬物。卵焼きの味は普通だ。ご飯おかわり。寒かったけど、食事をすると熱くなる。体の内側、胃のあたりから温かさを感じる。今回の失敗を次に生かそう。